バロです。チェロです。バロチェロです。はい、じゃあピタやっていきましょう。行きましょうかね。今回来ましたね、ピタフェスガシャ。豪華ですよ。豪華よね、うん、ちょっと怖いぐらい豪華ですね。怖いとは。なんかね、こう、うん、パスもなくなって豪華になって。この先はもう言わないけどね。まあまあ、まあ全力で楽しんでいきましょう。いきましょう。で今回はブチャラティとカーズとリサリサ先生ということで、うん、まあね、まあ公式の紹介動画でしか見てないんだけど、うん、多分この中のあたりはブチャラティじゃないかなという感じがする。あ、そうですか。うん。で真ん中にいるのカーズですけどね。カーズもね強いんだけどね、うん、ちょっとどうなんかなって感じはした。使いやすさかな。うん、結局そのスキルの回転とかさ、うん、まあ軽ければ強いし、あ、そうね、うん、っていう感じがするんでね、まあちょっと使ってみないと分かんないけど、うん、まあブチャラティですかね、狙いは。そうですね、狙いましょう。ポロさんは10連できるの？できるんですよ。おお、すごい頑張ったね。そうでしょ。俺この前見た時100個ぐらいしかなかったけど。200個ですよ。あ、200個やったのか、うん、すごいね。あ、スコア足した？した。おお、ダイヤ出た。プラチナは出なくて、うんうん、ゴールドの金箱から250個出たんです。ああ、なるほどなるほど、よかったね。うん、俺もちなみに二次箱から300個出ました。え、あ、そうですか。はい、じゃあやっていきましょうか。いきましょう。あ、ポロさんのリサリサ先生狙い？ブチャラティですね。ああ、そうなん。じゃあ行きましょうか。フェスから行きましょう。フェス？フェスチケット。ああ、チケット。出るんじゃないの？これで出たら熱いよね。熱いよ。いや、5少ないね。5少ないね。5関係あるんかね。ああ、どうかな。ほらほらね、角が見えた。まあいいんですよ。じゃあ次10連ですね。スタンプいただきますよ。あ、スタンプか。なるほどね。出るかな。いや、なんか5少ない、5少ないよ。ポロさん、これスキルチケット結構豊富に持たれてたんで、レベル5までいけますよね。いけます。突き抜けられるはずですよ。僕いけないんですよね。コインガシャもしたし。ああ。ちょっと波に乗らせて、そろそろ。そろそろね、出てもいいかもしれないね。紹介したい、私の端末で。ああ、すっげえ。おお、おめでとうございます。ありがとうございます。お、再び。来て、ちょっと来て。なんか来なさそうな雰囲気を出してますね。もういつもなんですよ。あら、爆死？一体もなし？フェスやけね。フェスよ。はみ出してきたね。はみ出したね。ぼちぼちじゃないの？うわー、爆死もしかして。これ爆死ですね。もう終わるよ、もう終わっちゃうよ。2連チャンはしんどいね。お、まだあった。まだあった、よかったけど。ああ、お、出た。おお、すごいすごい。よかった、乗れた。ランクの低い方のリサリサ先生かと思ったら。これ今のリサリサ。うんうん、これは今回のピックアップの。あ、そうなんだ。うん。あ、よかったね。いいじゃん、いいじゃん。危な、ギリギリよ。よかったね。リサ先生使ってみた動画作れるよ、これ。そうね、うん、強ければなおいいんだけど、結局そのなんていうの、あれが分かんないじゃん。スキルレベル5にした時のね、必要枚数、強化か激化が良かったかな。なるほどね。75枚か、レベル5で強化してくれる。うんうん、うん、じゃあ変わっていただいていいですか。おめでとうございますね。ありがとうございます。はい。はい、変わりました。はい。見てください、僕のダイヤの数。本気が垣間見えますね。2000個です、2000個。じゃあ早速チケットからね。まあ、ダイヤの300個出たのがでかかったね。いいよね、300個ね。いや、今回ね、チェルさんも角出ましたね。言葉を失いましたね。出るんじゃないの？これ何連いけるの？あ、50連、40連いけるね。すごい、40連なら誰か出るよね。まあでもこれスタンプは1、2、3、4、5、ああ、GR まあとりあえず10連いきますか。うん、ジャーティー惜しいなねえ。うん、前回ねちょっと20連で紙引きしてしまいましたからね、丈太郎佳境に。そうでしたね、うん、いや爆死じゃなかった。おー、べっしー。でも余裕はありますよね。50連でしょ。40連です。まあでも周回したら50連いけるかな。おお、ジョルのこれ愉快な仲間たちの中のですよね。あれ今のって一番最新のジョルノじゃないの？あ、そうなんですね。多分だってスキルレベル5いっとったでね、多分ね、ちょっとごめん分かんないけど、ジョルノいっぱいいすぎてね。ねえ、でも多分そうだと思うよ。おわあ、紙引き。おお、ニュー。お、これ何の？あ、ジョルノナランジャだ。ジョルナラね。うん。おお、めっちゃいいじゃん、引きが。へえ。出ないじゃないの？出ちゃったから。なんか出ないでほしいって聞こえたけど。引きがやっぱいいですね、チェロさんは。ね、やっぱリアルでね、嫌なことを書いてるからさ。もう返しじゃないかな。おあっ、来ちゃいましたよ、10連で。やめてやめてもうやめてよ、出しすぎよ。いやー、これは嬉しい。終わるのこれ、ひどくない？ちょっと、いや、もうちょっといこう。あ、よく出してきた。うん、いや、これは嬉しいよ、マジで。もういいんじゃないですか。いくスキルチケット欲しいし、もう10連いっときましょう。うん、マジで相当運が良くない？なんかすごい運がいいよ。なんか今来てるね。来てる。よかったね。うん。まあでもさ、こうリアルの運とゲームの運とこうなんていうの、整えんとさ、おお。あカーズ。やばいね。やばいね。マジか。いや、こうね、ちょっとすごすぎてびっくりして言葉を失ったけど、こうリアルがクソやったやん。本当に心を病むぐらいクソなリアルで、ゲームと多分バランスを取ってんだよね、神様が。ここら辺で心のオアシスを与えんと、あいつは死ぬって思ってた。ただな、俺スキルチケットが全然ないけどね。ああ、そうだよね。こんなに出てどうするの？そうそうそう、どうもできんよね。持ち腐れよ。ねえ。いやでもちょっとブチャラティをあげたいな。ギサギサ先生どうなのかしら。久々先生、まあ強化だからね。どうでしょう、激化ならね。うん。激化だったらあげたけどな。いやー、嬉しいな、マジで。いいな、カーズ。いや、超嬉しい。究極生命体。ね。究極パンツ。究極パンツもらいましたよ。いいなー。いやー、嬉しい。こうやってリサリの先生出たらもう言うことないんですけどね。いや、そこはちょっと、まあそれやりすぎよね。俺もやりすぎだと思う、そこはさすがに。そうでしょう。うん、いやいや、もう十分ですね。いや、十分ですね。ちなみに、あ、かわいい羽。90結構重たいんだね。あ、コピーね。うん、まあ、ちょっとスキルレベル2まで上げれたらラッキーぐらいかな。でもね、今回ね、うん、確かね周回でね、うん、もらえるんですよ。このね、うん、このビンゴのやつ、チケットもらえるんですよ。うん、あ、本当だ。このビンゴをしてスキルレベル上げて、ね、足りない分をスキルチケットで補うみたいな感じでね。いや、めっちゃ温存できた。びっくり。1000個。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。まあね、今回も低評価が押せないという YouTube の仕様なのでね、皆さん悔しいとは思いますけども。高評価の方よろしくお願いいたします。チェロさん勝ち逃げやないですか。いやー、嬉しいね。ちょっとスクワット頑張ろう。ああ、またチェロさんのスクワット生活が始まる、ね。はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。